一休みしないか。いよいよだな。こいつちゃんと飛ぶんだろうな。そういうこと言わないでよ。あ、そういえばアルフェン、この船なんて名前なんだ。名前？さあな、あるのかどうかすら考えたことなかった。せっかく乗るんだし、なんか名前欲しくないか。そうだな、例えばファルナイツ。フクロウを表す古い言葉の一つ、意味は空へのいざない。なるほど、今の私たちにはぴったりの名だな。なんか納得いかねえけど、まあいいか。よし、今からこいつはファルナイツ号だ。やることは2つ。レネギスに行き、これ以上のダナへの手出しをやめさせる。そして茨の正体を突き止めてシオンを救う。いいな。よし、行こう。信じられないぜ。何が？だってよ、世界がこんな窓一つに収まっちまうなんてさ。言われてみれば本当だね。世界っていうより不思議な絵を見てるみたい。あんだけいろんなことがあったのに、みんな見えないくらい小さくなっちまった。逆に言えばそれだけ世界が大きいってことだよね。ダナとレナの違いだって見えないくらい小さなことなのかも。レネギスまではどのくらいかかるんだ。一眠りするほどの時間はないな。今のうちにこの船の設備を確かめておくといい。そうだな、レネギスではこの船が拠点になるかもしれないし。だが船の操縦はいいのか。私が見ていよう。最も基本的には自動だからすることはあまりないがね。わかった。シオン、なんだか雰囲気が変わったね。そう、何か変かしら。ううん、全然。なんていうか前向きで生き生きしてる感じ、今の方がずっといいよ。聞いてよアルフェン、ローったらさ。おい言うなって。ローがどうかしたのか。この船が落ちないか怖いんだって。最初は名前つけようなんて言ってたくせに。別に怖いとかじゃねえよ。ただこんな鉄の塊みたいなのが支えもなく空飛んでるなんて、ちょっとくらいおかしいって思うだろ普通。星船ってそういう機械じゃない。私は別におかしいって思わないけど。お前の神経がおかしいんだよ。俺が言うのもなんだが、レナの技術は信頼できると思う。俺が今こうしてここにいるのもある意味そのおかげだしな。そっか、そういえばそうだよね。納得した？ロー。
アルフェンにそう言われちゃ納得するしかねえけど、なんか納得いかねえ。何か問題か？いや、ただ7年ぶりだと思ってね。スルドとしてレネギスを立ってからか。あんたでもやっぱり懐かしくなるのか？私とて人並みの感情はある。とはいえ君に尋ねたい。レネギスには君の過去もある。行けばそれと向き合うことになるかもしれない。そこに恐れはないか？それは自分が大勢の命を奪った場所だ。ないと言ったら嘘になる。だからって逃げるわけにはいかない。過去は変えようがないな。未来はわからないからな。そうか。デュオハリン失敬した。こんな時にする話でもなかったな。船内の確認を済ませたらまた声をかけてくれたまえ。もうすぐレネギスね。シオンにとっては里帰りみたいなものなんだよな。ダナに降りてくる前、レネギスでの暮らしはどんなだったんだ？いい思い出はないわね。物心ついた時にはすでに茨が発現していたし、治療のためと言いつつ実際は研究対象のようなものだったわ。研究ってそんな。本当よ。どんな条件で茨が現れるのか、触れた側の影響はどう変わるのか、毎日毎日そんなことの繰り返し。解剖されなかっただけマシかもしれないけど、触れて激痛にのたうって、その後私に向けられる相手の目は怪物を見るかのようだった。自分の意志とは関係なく人を傷つけてしまう存在。そんな絶望しているところに追い打ちをかけるように破滅の未来を見るようになったの。望みなんて持ちようがなかった。誰とも触れ合えないまま孤独に生きるしかない。生きていてもやがて破滅に飲み込まれる。だからせめて世界を救うために死ねば自分の人生にも意味が見出せるんじゃないかって思うようになったの。すまない、嫌なことを思い出させた。いいの、今はもう違うもの。みんなのためにシオンが死ななければならないというなら、シオンのためにみんなが死んだっていいはずだ。何を言い出すの。そんなこと許されるはずが。もちろん許されないさ。だがただ運が悪かったという。一人が他の全員のために犠牲になるなんてあってはならない。それは結局奴隷が生贄にされるのと変わらないんだ。俺たちの戦いは自分たちだけが助かるためのものでも、世界のために自分たちを犠牲にするものでもない。みんなを守る、世界を救う。ただそこに自分もいなきゃダメなんだ。犠牲のない世界の。あなたの戦いそのものね。俺一人のじゃない、シオンの、そしてみんなの戦いだ。みんなで掴む勝利でなきゃいけない。敗者がいてはいけない。今わかった、これはそういう戦いなんだ。敗者がいない、ダナがレナを倒して終わりではないってことね。本当にできると思う？できると信じて命がけでやるんだ。出なきゃ何かを変えるなんて永遠にできない。そうだったわね。そのくらいでなければ未来なんてつかめない。やりましょう、私たちで。
船酔いは大丈夫か？そういえば忘れていたな。ありがたいことに海の上と違って星船はほとんど揺れがない。何よりだ。その装置が気になるのか？どういうものなのかと思ってな。中に人が入るようだが。治療槽だよ。怪我や病気を治してくれる。なるほど。もしレネギスで傷を負った時は役に立ちそうだな。アルフェン、どうかしたか？いや、レネギスを脱出するとき、儀式で暴走してボロボロになった俺をネビリがこれに入れた。そのことを少し思い出したんだ。脱出するとき、ということはお前は300年間この中にいたのか？そういうことになるんだろうな。どうして300年も眠り続けたのかはわからないが。そうか。だが偶然かどうかはともかく、私はお前が目覚めたのが今の時代でよかったと思っているぞ。どういう意味だ？お前がいなければ私たちはここまで戦い続けることはできなかった。だが何よりメナンシアを出るとき、私が言ったことを覚えているか？共存の夢とは何なのか自分で考え学ぶ必要があると。ああ、だからメナンシアに残らず俺たちについてきた。あの時の私は与えられた理想ではダメだと言いながらも、兄さんの願いを叶えなくてはという思いにとらわれていた。兄さんの思い出は大切だが、気づくべき共存は何よりこれから生きる人たちのためのものだと改めて気づいた。そしてそれをメナンシアだけでなくダナ全体に広めたいと私自身が願うようになった。みんなこの旅を通じて学んだことのおかげだ。だからそんな機会をくれたお前には感謝しているんだ、アルフェン。感謝されるにはまだ早いさ。赤い女のこともある。まだまだ気を抜ける状況には程遠い。分かっている。だがどんなことがあろうと私は目をそらすまいと思う。キサラ。とはいえまずは目の前の問題を片付けなければな。みんな覚悟はいいか？そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。その前に、レネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム？そういえばちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスはそもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの帰還拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって生まれつきのものじゃないのか？訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、おおむねそうだ。故にスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。極めて弱い精霊術しか使えないためにダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリムはスルドになるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、シオンはどうなんだ？シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああ、そうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっともイバラのせいでまともな扱いは受けてこなかったけど。悪い。
気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。茶化すなよ。あれ、ひょっとしてロー照れてるの？照れてねえだが精霊術の強さだけで序列が決まるというのは本当は理不尽だ。人の価値はそれだけで測れるものではないのに。赤い女もレネギスにいるでしょうか？おそらくな。あれだけのことがレネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナス・アルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナス・アルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。間もなく到着だ。念のため衝撃に備えたまえ。茨を解く手がかりもきっと見つかる。誰もいないな。星船同様多くの場所が自動化されているからな。それに鋭ブリガ以外での利用は異例だ。私たちのことは気づかれているでしょうか？出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。それでこれからどうする？赤い女にしてもレナス・アルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか？レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。そこへ行くべきだろうな。そこに何があるんだ？何があるかわからないから行くのだ。幸いここには王の資格を持つ者がいる。そもそもレネギスほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。レナス・アルマを使った可能性が高いということかしら？そうだ。アルフェンの記憶によればレナス・アルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ、もしそれが今進行しているものと同じならレナス・アルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共に。だがレネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。そういうことだ。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。俺がいたところで入れるとは限らないぞ。行ってみないことにはわからないのだし、可能性があるなら試してみるべきだと思うわ。そうだよ、シオンの茨のことだって何かわかるかもしれないし。わかった。どのみち手がかりはそれしかない。その禁領に行ってみよう。あの壁の向こうにレナ人の町がある。かつてシオンやティオハリムが暮らしていた町。一体どんなところなんだろう。
レナ人の町っていうからにはいろいろ違ってるんだろうと思ってたけどよ。でもこれはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あの楔が降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの町だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは禁漁への道もわからないな。ひょっとしてティオハリムか。アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに。スルドブリガはどうしたんだ。連れているのは一体。ダナがどうなっているのか知らないのか。何かあったのか。知り合い。古い友人だ。なあティオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい、それよりここで何が起きている。それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は禁漁への道を探している。心当たりはないか。禁漁へ。そんなところに一体何しに行くんだ。それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして禁漁となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか。いや。そうか、彼女は変わっていない。いやむしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ、これ以上は聞かないが気をつけろよデュオ。フィアリエって誰なんだ。ロウ、先ほどの話からするとレネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね、ここの状況もよく分かってないみたいだった。クサビは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。禁漁ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン、頼めるか。そうね、その方がいいわ。私もやろう。ティオハリム、スルドの資格はレネギスでは有効に働く。わかった、二人とも頼む。俺たちダナは目立たない方がいいんだろうな。もし騒がれたらどうするの。人々の暮らしをめちゃくちゃにしてまで一体何をしようというのだ。こんな町を、積み木を崩すような、これをやった者は何を考えている。ダナからの精霊力を受け止めてレナに送るためではあるんでしょうけど。何のためなんだ一体。スルドブリガのためならそんな必要はなかったはずだ。なんであれ、クサビが精霊力を送るのを止めたといっても狙う理由がある限りはこのままでは済むまい。ダメだよ、またあんなことさせちゃ。禁漁ってとこに行けば何かわかるかもしれないんだろ。ここでグズグズしてないで動こうぜ。ローの言う通りだな。俺たちに立ち止まっている暇はない。
やれやれ、ひどいことになった。死骸はこのありさま。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか理由を知らないの？事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。もう？あ、それより御身はイルル・ケリスケのティオハリム教ではありませぬか。確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドぶりが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。これで大丈夫ね。私も心得はあるが、君には及ばないな。これはティオハリム閣下、お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない？変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か？いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。なくなってしまって、どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。テ
ディオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに。スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか、私のような仮想のものに鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます、ディオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う。やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか。以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれん。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを統べているのは誰なのですか。無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を統べている。間にスルドみたいなのもいないのか。レナってダナと同じくらいでかいんだろ。レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか。言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい、誰か本国に行ったことがあるものを知っているか。いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとするとまさかレネギスの住民全員がそうなのか。どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですがそれだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか。王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです。アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう。スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのはどちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか。わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのはボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待てよ、それって
赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナス・アルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁令なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう。禁令へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁令にも行けるかもしれない。探してみようよ。